はい、じゃあ次の VTR いきますか、はい、そうですね、次は、モシエの、モシエの主催の丸山さんのやつ、はい、こんにちは、あ、こんばんは、こんばんは、どちらからいらっしゃいました？酒田市です。はい、おいくつですか？17歳です。すごくない？いやこれは何で知ったの？あの前回のモシエの大学にを見に行ったんですよ。それであの今日のことが告知があって、私もちょっと気になるなと思って今日来てみました。すげえよ、ネクストジェネレーション生まれましたよ。え、何が気になってるんですか？なんか酒田市何起きてるか全然分かんなくて、新聞とか読んでも全国のこととかしか分かんなくて、こう今日あの若い人たちの意見を言う会で、なもし私が分かんないことがいっぱい知れるんじゃないかなと思って今日来てみて。実際どうでした？なんかその少子化の問題とか、大学の近くにお店があんまり少ないとか、全然そういうことは分かんなくって、今日初めて知ることがたくさんあったので、なんかためになるなと思って。すごいですね。でもここにもしえのもそうだけど、雇用っていうそのアクションのスイッチって何だったんですかね？あ、前から私あのライブハウスにライブを見には来てて、はい、そのつながりもあって、うん、こう来てみようかなっていう感じもあったり、はい、私ちょうど今受験生っていうこともあって、はいはい、もうなんか世間のこととかにもうちょっと情報を集めて行かなければいけないのかなと思って、新聞とかテレビのニュースとかをもうちゃんと見るようにしようと思って最近見てて、でそういうなんか政治のこととかちょっと気になり始めてて、それで今回あの市長選があるので、ちょっとでも自分の知識になればと。周りはどうですか？友達周りとか。友達はなんか私今日これに参加するっていうこと言ったんですけど、言ってる何人かに言ったんですよ、今日参加するから、私一人じゃ心細いからちょっと誘ったんですけど、やっぱりあんまりこう分かんないからみたいな、興味ないみたいなの人が多くて、ちょっと自分住んでるところだから興味持ってほしいなっては思いますね。もともと学校でもそういうなんか生徒会とか自治をしてる側に入ってる？してないです。部活とかで部長とかもしてないんです。すごいですね。実際ほらいろんな質問あった中で、一番これはあの知りたかったこととかぶったっていうか、さっきの寮のこと、ね、っていう話も例えであったんですけど、一番こう刺さったやつってやり取りで何かありました？印象に残ってるやつ。お仕事の話、若い人が働きにくいみたいなのが、やっぱり私の周りで就職するっていう子たちもみんな東京とか関東の方に行くっていう子が多くて、やっぱ地元に残んない人が多いなと思って、なんかちょっと不安に思うことがやっぱりたくさんあるから、地元に就職しないのかなと思って、で今日その話を聞いて、あまり高校生ってわからないじゃないですか、あの市が何やってるかって。だからもうちょっとなんか高校生向けの分かりやすい、なんかこうなんパンフレットよりももっとなんか簡単なやつがあればいいんじゃないかなって思いました。受験勉強頑張ってください。頑張ります。え、ちょっと出てきますか？県内で。県内で。はい、あ、じゃあ知りましょうない。ウォッチよろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい。はい、すごい。17歳ですよ。17歳。受験生ですよ。はい。17歳の時に。何やってました？僕17歳、17歳の時はあれですよ、はい、もうケンタッキーでアルバイトして、ケンタッキーでアルバイトしてタグホイヤーのタグホイヤー、あの蛍光オレンジの時計を買いたくて4万5万するやつ、はいはいはい、貯めてましたよ。あ、もうその頃からファッションに。そうですね、あの人と同じのが嫌なだけでファッションがどうこうではなくて、で、うん、
差別化するために人と違うものを買う、はい、人と違うものは高い、うん、か そ, うそのためにこう、うん、チャンチャンチャーってやってたわけですね。 そんな17歳でしたよ。なるほど、うん、全然違う地元のこと、タグオイヤーとか出稼ぎとかじゃなくて地元のことで一生懸命なってましたよね。すごい勇者ですよ。俺親父だったらすごいの。どういう感じなんですか。え、ハゲンダッツ会社行くか。え、ハゲンダッツ何個買え、一番いい何個買え、いやいや、アイスクリームを買え、買っていい、買っていいの、うん、え、何個買ってもいいの、いい、えー、どうしようみたいな、そんな感じ、そんな感じ、一個だけ一緒俺と食おうぜその話しようぜっつってあとほうが全部ほら自分のタイミングで食べていい、食べていいけど帰ったら一緒食べる、一緒食べるその話、ちょっとそのことについてお父さんと深く話すなみたいな、うん、こんな感じだな俺が花ちゃん、なるほど、花ちゃんそうなったらそっか、うん、でも一人で来たってすごいですよ、うん、みんな一人じゃないですか、うん、今回インタビューした人って、うんうん、やっぱすごい3人、え、うん、ね、うん、捕まえちゃったんですよ、多分。すごいですね。すごいですよ。やっぱりその勇気をやっぱ自分の身の回りでこう次はね、そうですね、広げるっていうステージにね。そういうことですよね。うん、それはその政治色とか主義主張とかじゃなく、さっきの伝え方ね、議論。はい。そういうことです、ね。あそこを学べば別に。うん。そう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 。うん、そんなそういうことですよ。のうん、ガッチガチ、いや前回丸池大倉から行けばいいやけど、うん、そんな感じですよね、うん、そう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 、そのハードルを伝えてやれば一回行ったから、うん、もう大丈夫だから行こうみたいな、ちょっとでも早く行こうのって前さ座らせないそうそうそう、そのポイント、そう絶対ポイントだから、え、何どういうことみたいな、うん、いやいや、あの前さの座らせないすごいやる気あるみたいで、やんだんけど早く行くなみたいないや逆にやる気ねえ方が、そう前さ行かせないからやる気ねえほど早く行った方がいいやぞ、うん、それポイントですよね、いいですね、彼がに、うん、キックオフじゃない方、討論会でインタビューした彼、うん、30代の彼も言っていたこと、30代の彼は、はい、議論を教育しようと、教育しよう、うん、教育ですね、うん、っていう場がないから、はい、うん、ダメだと、はい、で今の17歳の受験生の子も知りたいと、うん、知りたい、私は新聞を読んでるんだけどよくわからないんだと、うん、言ってましたね、今日ここに来た目的は、うん、そのわからないことが少しでも身近に分かれればいいんだと、うん、っていう目的じゃないですか、うん、でそういう場が必要になってきてるんですよ、なってきてますね、明らかに2人の話だけですけどね、うん、なってきてますよ、なってきてますよ、うん、明らかにっていうことを俺らがしなきゃいけないんじゃないかなっていう、はい、お前回の、坂田氏本間市長のニュース深く知りましょう、ない、いや知れる場所にノックしに行きます、はい行きました、はい、行きました、で、まあこんな感じでしたよと、うん、早く行った方がいいですよっていうのが大、うん、もう一番伝えたいこと、参加するんだったら、うん、でインタビューして話した中で、うん、出てきたニーズが、うん、地域の俺たちが知ったことを学ぶ、うん、学ぶ共有する、はいはい、はい、っていう場がだん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 そのできていってもいいんじゃないかなっていうことは思ったかな、うんうんうん、思いましたね、こんな感じでいけるんですから、そうですよ、これですよ、うん、そんなですよ、これとこれでこれとこれですよでこうやっていってそうですよ、みんな見ますよ見ます見ます見ますよ、普通の格好でいけば誰も見ませんよね、うん、うん、大丈夫ですよ、今回はね、はい、深く知りましょう内、はい、本間市長の深く知りましょう内の流れから、はい、坂田市長選を、うん、ウォッチして、ウォッチして知れる場所にノックするっていう答えで、はい、で、ノックした先にインタビューをいただいたと、はい、で、分かったことはみんな、まあ、編集してつないで伝えることなんですけども、はい、それの出口としてやっぱり皆さんにお説明したいことは、はい、やっぱり直接、はい、行って見て聞いて感じることが一番大切です、ね、大切ですね、はい、うん、そのためには、はい、街頭演説の機会を、はい、ホームページ上からチェックしていただいたりとか、そうですね、 Facebook とかには載りますよね、 Twitter、うん、とかにちょんって出てくるので聞いて両方の話聞いて、うんうん、でやっぱりアクションを起こしてほしいと、うんうんうん、そうですね、はい、はい、あとはもう、
8月30日の月曜日から選挙が始まって、はい、8月30日の月曜日から、はい、はい、だからスピーカーでわーって始まりますよ。始まりますね。で9月6日の日曜日が、9月6日日曜日が最終投票日です。はい、はい、で期日前投票っていうのは、うん、できます。はい、はい、期日前投票もありですよね。はい、さらっとできますからね。簡単なんですね、うん、最近と簡単ですね。びっくりしましたね、これでっていうかピーみたいな感じですね。投票行く前にやっぱりその街頭演説、うん、で、はい、もっと知りたかったら事務所行った方がいいですよ。あ、事務所、事務所の雰囲気っていいですよ。ハードルは一気に上がりますけど、うん、知りたかったらそこまで行った方がいいですよ。うん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 、そうですね、うん、絶対、うん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 、でやっぱり最初も言ったけども、うん、政策に大差はないですよ。はい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 、性別と年齢と、経験が、そうですね、今までの経験が違うだけで、行政職か、政治をやってた人か、人か、うん、そうです、男か女か、うん、若いか年配か、うん、そうですね、うん、それしかないですよ。本当そうでした。本当聞いてるとそうでしたよ、うん、そうでした、はい、よくわからないかったらよくわからないんですけど、うん、あなたが当選した時には何してくれるんですか、うん、っていう質問。あ、それいいですね。あ、すごいいい。それあの本人さ、何してくれるんですかって言ったら、すごく簡単に、うん、いや、あの伝えてくれると思いますよ、はい、じゃあ今回の、はい、坂田市長選の、はい、知れる、深く知れる場所を、はい、ノックして、ノックしてインタビューしてきました。してきました。っていう会話を終わりにしたいと思います。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。